ショロトルエ文書に見えるテソソモクテソソモクは、ナワ族の一グループであるテパネカの中心的な都市国家であるアスカポツァルコのトラトアニ。テソソモクは長命で、テパネカは彼の治政下にあった14世紀後半から15世紀前半にかけてテスコココ一体を支配する強力な部族であった。テソソモクの時代、テパネカはテスコココ一体だけでなく、 さらに離れた土地まで支配する帝国を築いた。周辺のコヨアカン、トラコパン、トラテロルコ、アコルマン、トルティトランなどの都市は、テソソモクの子たちによって、直接統治され、より重要性の低い都市国家については、その統治者に娘を嫁がせた。テスコココ中の島にあるメシカの都市テノチティトランは、後にアステカ帝国を築くことになるが、 最初のトラトアニであるアカマピチトリをはじめ二代目のウィツイリウイトル三代目のチマルポポカの時代にはアスカポツァルコのテソソモクに従属していた特にチマルポポカはテソソモクの孫であったそもそもメシカの二つの都市でのチテトランとトラテロルコの起源についても伝説に言うように守護神ウィツイロポチトリに導かれたのではなくテスコココ一体の派遣を得るために アスカポツァルコによって建設が促進されたものと考えられる。この二つの都市にトラトアニーが建てられたのもテソソモクの許可によるものであり、トラテロルコの初代トラトアニーはテソソモクのこのクアクワピツァ枠であった。赤間ピチトリについては伝承ではアスカポツァルコと無関係でメシカとコルワカンの血を引くことになっているが、この伝承は アステカ帝国成立後に書き直された創作である可能性が高い。テッパネカのライバルとしては湖の東のテスココを中心都市とするアコルワがあった。1409年にテスココのトラトアニであるテチョトララガシにイシュトリルショチトル一世が重ねくらいすると両者の関係は悪化し1416年頃から戦争になった。テソソモクは勝利し、 イシュトリル・ショチトル一世は殺された。しかしテパネカの繁栄は、テソソモクの一代限りだった。その死後、後継者をめぐってナイフンが起き、マシトラが新たな王位についた。後継者問題に介入した、テノチテトランのチマルポポカはおそらくマシトラの手のものによって殺された。チマルポポカの後を継いだ、テノチテトランのイツコアトルは、テスココのネサワルコヨトル、 トラコパンのトットキワストリと同盟を組んで戦い、アスカポツァルコを倒した。これによって、デパネカに代わって、テノチキトランを中心都市とするアステカ帝国が一体を支配することになった。メキシコシティには、テソソモクの名を関するいくつかの施設がある。ありがとうございます。